ご紹介いただきましてありがとうございます。豊田と言います。よろしくお願いいたします。でですね、まあ今日皆さんのご期待に沿える内容なのかどうかというのは正直自信はないんですが、まあ叩かれ台というか、袋叩きにしていただくことで皆さんにいろいろ考えていただくと、その何かしらの新しい可能性とか、あ、こういうアプローチもしてもいいのかもしれないみたいな気づきが何らかの形で皆さんの中に、こう持ち帰っていただければなというふうに思っています。改めましてよろしくお願いします。一応ですね、まあいろいろと難しそうな言葉書いてるんですが、まあ、中身として、じゃあ僕が保存原理主義かと言われるとあんまりいい言い方じゃないかもしれないです。必ずしもそうではないんですね。建築を専門にしているんですが、まあ建築には更新性があって、でそこにはこう都市っていうのは常に変わっていくものだと、代謝がされていくっていうこともリアリティとして、社会の、まあ、経済のリアリティとしても当然ありうべきことだというのもやっぱりそう思いますし、建築ってどうやったって数十年数百年っていうスパンでこう変わらないっていうところが価値なのに対して、同時にそれは、足かせでも当然あるので、こう時代の変化がどん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 急になっていくと、特に今テクノロジーの変化とか社会情勢の変化みたいなこと、当然4年前に今のコロナの状況なんて我々予想はできなかったわけですし、1年前にはロシアがこんなことをやって世界経済や物価をこんな釣り上げてるなんてことを誰も思わなかったわけですけれども、そういったことに対して建築ができることできないことっていうことはリアリティとして考えていくべきだろうと、そのあたりを考えるにあたっての指標というか、知見っていうものはやはり昔に比べるとだいぶ変わってきてると思うんですね。でその辺のリアリティは加味した上で、じゃあ建築家としてどういうことを考えたらいいのか、どういう視点から何を価値として優先度を設定していくべきなのかみたいなことを考えたりもしています。一応ですね、僕は一応建築家が本業っていうと怒られるんですが、まあずっと建築の設計をやっています。で東大の建築を出た後に、安藤忠雄建築研究所に行って、で4年ほどずっとあちらでやっていて、まあその当時はですね、多分おそらく T 定規と勾配定規で全部実施設計書いてた最後の世代になるんだと思うんですが、数百億円のプロジェクトをひたすらこれで書いて、安藤の、まあ、例えば光明寺っていう木のお寺があるんですけれども、むちゃくちゃいっぱい線がいっぱいあるわけですね。あれのパースを図学のこのこれで書くってむちゃくちゃ大変なの想像がつくと思うんですけども、もうほんとコンマ何度っていう精度が少し来れるともうパラレルが取れなくなっちゃうみたいなことをやんなきゃいけなくて、絶対これコンテナに超えた方が100倍早いと思いながら、こう手伝いをしながらパースを書くというのをやってた世代ではあるんですが、同時にやっぱりその新しい技術にも興味がありまして、安藤事務所を辞めた後に今度コロンビア大学ですね、バーナード・チューミーが当時ペーパーレススタジオという、その逆にコンピューターを使ってそのデータがあるんだから紙に出すってことがおかしいじゃないかと、3次元のデータを3次元のままに、伝達できるんであれば、もしくはそれをものにできるんであれば、改変できるんであれば、そもそもそういうことをする必要ないじゃないかっていうことをやっていたと。例えば、まあ、建築家っていうのは、ちょっと本当はね、そのダイアグラム、いればよかったのに今日いらなかったので、ここで口頭で言ってしまうんですが、建築家って数千年来、3次元の XYZ 軸の形態を扱うものとして、こう、プロフェッションが成り立ってきたわけですね。ただ建築家が扱っているのは3次元の情報では決してなくて、法定っていう時間を扱いますし、法律、構造、素材、まあ、法律、まあ、とにかくおそらくは感覚的に何百次元っていう複合次元を感覚と経験でもって扱って、現実に落とし込んでいろんな課題を解決していくという非常に、まあ、スーパーハイパールーパー AI みたいなことをやってるわけですね。ただその高次元っていうものが客観的に記述をする手段を僕ら歴史的に持ってなかったために、本来は高次元情報を扱っているにもかかわらず、他者と伝えるとき、お施主さんとか施工者と伝えるときには2次元の図面か、せめて3次元の模型っていうものに、せっかくの高次元情報をダウングレードしないと伝える手段を僕ら技術的に持ってなかったのが数千年来続いてたと。なのでもちろん複合的なもの、僕らやっぱり4次元のものって客観的にモデル化してイメージすることができないわけですね。3次元に住んでるので。なので客観的に他者に伝えるときに2次元に落とし込む、兵、律、段みたいな形で落とし込むっていうのは非常に合理的で、
僕らはそこだとフォーカスして、この間違いがない情報として把握できるので、それはそれで常に価値なんですが、じゃあ高次元情報を二次元に落とす以外に手段がないことが本当に正しいのかって言われたら、高次元情報、高次元のものが流通できれば、それはそれで価値なはずなわけですね。でこれまでできなかったのが、今コンピューター技術というのができてきて、例えばプログラミングっていうものは、高次元のものを高次元の関係性として、生成的なその因果関係まで含めて、記述をして客観的に外部化できる手段なわけですね。じゃあ、コード、コンピューターのプログラムというものを流通の媒介にして、社会の中にこう流通させて、他社と共通をさせて、さらに今で言った例えば GitHub みたいなものがどんどんできてきているわけで、外に出たプログラムを社会が共有地化していくと、その結果としては一人の人間の能力っていうものに限定されない共有地化、新しい地が生まれる可能性を僕らは持ち始めているわけで、要は高次元領域への建築家の能力、共有能力、もしくは高次元化したプログラムが生成した形を、さらにそのままデジタルファブリケーションをして形にしていくと、そこに形っていうものが そもそもあるんだから、その合理性、構造的合理性じゃないかもしれないです。経済的合理性じゃないかもしれないですけども、何かしらこれまででは持ち得なかった合理性というか価値を持っている可能性は当然あるわけで、その新しい高次元領域をデジタル技術を通して価値化していく、形にしていく価値っていうのを我々持ち始めている中で、その価値をしっかり探索しましょうみたいなことを興味を持ってやっていました。まあ、ちょっと長くなってしまったんですが、なので、まあ、安藤事務所でもゴリゴリのこういうのをやってたんですけれども、その高次元情報を新しい、当時そんなこと考えてないですよ。後になって考えてみるとそういうことだったのかなというふうに思うだけなんですが、高次情報っていうものを扱える時代ならではの建築のアプローチ、形のあり方で、今はその形や作り方だけじゃなくて、価値のあり方とかですね。社会的なその使われ方、いろんなものを誘発するプラットフォームとしての建築みたいなことに、興味が移っているというような形になります。ですので、一応設計事務所としてはノイズというのをやっているんですが、でこちらでコンピューテーショナルデザイン、今ちょっとご紹介いただきましたけれども、デジタル技術を使って設計をやる、施工をやる、これをずっとアメリカ時代からやってたんですが、まあ、このコロンビアで出たショップっていう、やっぱりアメリカでもデジタル技術を使って最先端の実装に、ただ形とコンセプトではなくて実装にどんどん落としていくことを先進的にやってた事務所にしばらくいまして、で帰ってきてノイズを作ってます。なので最初はデジタル技術、コンピューテーショナルデザインとかデジタルファブリケーションをずっと試してたんですが、やっているうちに、せっかくここにあるコンピューターデータが、要は現在でもまだそのまんまですけれども、建築界ってやっぱ閉じているところが非常に強くて、建築のデータは建築の建築による建築のための建築データなんですね。そのゲチスバーグ演説ではないですが、非常に閉じていると。でも建築で、例えば BIM って非常に高度な情報連携システムなんですが、あれ結局建設目的なわけですね。じゃあ例えばこの建物、多分まずそもそも BIM データないと思うんですが、ビムデータあったとすると、柱とかダクトとか壁材にしても、壁材のその石膏ボードって厚みと商品情報とかなわけですね。でも例えばこのデジタルデータがあることでロボットが動きやすいですとか AR の技術がしやすいですっていう時に、じゃあ壁の厚さとか裏の配管ダクトとかそれの更新利益がいるかって全くいらないわけですね。ロボットに必要なのはこの内側のエンベロープとしてのデータと、それのどこが動いて動かないか、どれが大事でぶつかったら壊れたら高いか安いか、安全性はみたいなものとか、パスの検索のしやすさなので、建築がデジタル記述しているデータ形式っていうのは必ずしもロボットにフレンドリーなデータでは全くないと。そういうこう建築以外の視点で見たときに、建築が持っているいろんな情報データっていうものが実はものすごく価値化の可能性があるのに、僕らがそこに気づけてないんじゃないかと。周りの人からすごい欲しいデータを僕ら持ってるのに、建築の建築による建築のための建築をやってしまうと、その可能性をかなり自分たちで削いでしまってるんじゃないかということに気づいてきて、それでグルオンってい こうコンサルティングとかディレクションをやるような会社を立ち上げました。こちらで何やってるのか、DXDX と言われますけれども、各企業さんがいろんなデジタルデータ、まあ建築が元だったんですが、最近もうそれだけじゃないんですが、
そのデジタル技術、デジタルデータっていうものをいろいろ持っているものをどう他者の視点で価値化をしていくか、その上で30年後、50年後のその会社、その業態の未来を描いていくとどうなるかっていうことをやったりするような会社を設計事務所ではもうとりあえずできなくなったので始めたんですね。でそれやってるうちにいわゆるスマートシティという領域に必然的に行き着いて、まあこれも守秘義務だらけの領域なので、共有できるものほとんどないんですが、まあスマートシティの概念構築とか、その背景の、理論構築みたいなのをやっているうちに、たまたままあ2025年の大阪万博の誘致会場計画のディレクションをやることになりまして、でそこからまあスマートシティに関するものからデジタル空間技術とその社会的プラットフォーム化みたいなことを研究領域にだんだんなってきて、今は生産技術研究所で特任教授をやっているという形になります。一応本業が東大ですと言わないと大学に怒られるので、本業大学ですと言ってるんですが、まあ、本業は心の中では建築家ですということになります。今、まあ、ノイズとして建築家としてどんなことをやってるかっていくつか最新のものからいくつかこう、あとはなぜ僕が建築家をやっているのにこんなことを言ってるのかって話を少し理解していただければなと思うんですが、例えばこれ大阪万博2025ですねの、テーマ館の一つ、今回テーマパークプロデューサーというのが8人もいて、えらいややこしいんですが、そのうちの一人の落合陽一君が、落合陽一さんがやっているプロ、建物の建築を僕らの方でさせていただいていて、これもですね、いわゆるマインクラフトって皆さん聞いたことがあるかやってるかあると思うんですが、ああいうボクセルっていうんですね、あの空間のキューブ状の単位をいろんな大きさで指定していて、それをこう扱いやすい形でこう VR 空間で扱っていくと、あれの実空間バージョンを作ってさらに空間として歪めてそれをさらに動かしてしまうみたいなことをやってるんですけれども、まあ、ボクセルの建築の要はバーチャルな空間と実空間との境界が曖昧になって、むしろ相互連携がしやすいようなきっかけになる建築っていうのは何なのかと、むしろ実空間に存在しているんだけれどもバーチャル空間にむしろ接続しやすくなるようなそちら側からの要求を建築の形にするとどうなるかみたいなことを、このパビリオンではやろうとして、今実施設計じゃない基本設計をまとめて出そうとしたらえらい予算オーバーで、死にそうになってるみたいな状態ですね。で例えばですね、この誘致段階の2025の万博の、計画ってこんなものなんですけれども、まあ、もちろんこれあくまで、コンセプトですよ。ただこういう情報がメイン、いろんな社会変革の大きな価値領域になっている中で、都市のあり方っていうものもいわゆる固定的なものだけではなくなっていくだろうと、当然固定的で変化しないものっていうのは建築の都市の価値なんですが、そうじゃない、全てが100年単位でできている都市ってやっぱり面白くないわけですね。10年単位、1年単位、1ヶ月単位、1週間単位、分単位、秒単位で変わるものが全部混ざっているのが都市の面白さなので、そういった、価値領域が新しく入ってきている、それを許容するような、動的に変化する可能性を持った都市っていうのは何なんだというようなことを、むしろ実装していこう。それの、受け皿のなる都市っていうものが、どんなものになるのかを社会実証実験として万博の会場でやっていきましょうみたいなことをやっていて、これに関しても話すとまた長くなるんですが、まあそういうのを誘致段階ではやってましたと。で、まあ一応無事に取れたので、そこから先は今ご存知のように藤本さんが会場計画をやってるので、今僕がやってたものってむしろ逆方向に行ってるというか、ザリングがあってザセンターがある形になっちゃってるので、ちょっと当時やっていた非中心、離散、新しい流動化の基盤としての実証実験都市っていうのは今だいぶなくなってしまってるんですが、まあ、そういうことをやってたりもします。例えばこれはですね、今度デジタル技術と何て言うんですかね、情報をいかに工程と精度という組み合わせで、実装していくかという例なんですけれども、これはですね、台湾の台南にある、台南美術館というのができまして、これバンさんがやってるんですが、それの地下の駐車場にあるパブリックインスタレーションなんですね。これを原健也さんっていうグラフィックデザイナー、ご存知かと思うんですけれども、と一緒に、この 3D、インスタレーションをやってまして、原さんご存知かと思うんですが、非常にミニマルで、非常に繊細で精緻なデザインをされる方です。で僕らは名前の通りノイズとか雑音とかこうステマの帽子かぶってますけれども、ガタガタですと、非常にこう恐縮しまして、原さんの精緻な世界をなんとか形にしますというのをこう言うわけですね。でも言うのは簡単なんですが、そんな簡単じゃないと。
で、しかも、これ見てわかると思うんですが、地下駐車場、既存の古い駐車場なんですね。台南美術館って非常に変わっていて、市内のど真ん中の既存の地下2層の、昭和70年代にできた古い図面の何も残ってないような駐車場の上に柱を貫いて上にウェディングケーキみたいな美術館を建てるっていうプロジェクトで、その地下がむちゃくちゃ古いわけですね。で、せっかく上かっこよくなったのに下もう汚いし暗いしたまらんと。なのでパブリックアートで階段を落として動線を良くして光を入れてかつ演出をしたいというのがこれのテーマで、で、原さんとやったのは、まあ、原さんの非常に精緻な世界を、まあ、ここ動きがあるわけですね。人が動くし、車が動くし、太陽の光が動くし、で、その動きっていうものを受動的に受け入れることで、その光学的に増幅するような装置にしようということで、こんな、いわゆるモアレ効果がうまく出るようなものとして作ってます。具体的には楕円形のこう光転方向に三重のリングがあって、でそれぞれにこうある間隔ですごく薄いアルミのプレートが立ってます。で、各プレートも地球が自転するみたいに微妙に回転をしながら並んでいるので、その重なり合いと人の移動に応じて太くなったり重なったり薄くなったりして、光の移動とその見え方が非常に増幅して、光学的にモアレ効果で増幅されて見えるというようなことをやってます。これ言うのは簡単なんですけれども、さっき言ったように50年前にだった図面も何もない、汚いコンクリートの駐車場なわけですね。ここに、この、当然分かっていただけるように、コンマ何ミリ精度が絶対に必要なことをやろうとしているわけで、これもう、手でいくら頑張ってもできないわけですね。で、それで、で、しかも台湾なので、そんなにしょっちゅう現場行くわけがないと。なので、まあ、最高精度の、まあ、レーザースキャナーを持ってきて、レーザースキャナーで本当、コンマ何ミリ単位の精度で全部をこれデータ化をして、そのフリクラーで出っ張りだったのを全部取るわけですね。で、それに対して、じゃあ今度全部、全工程をむしろある精度が保証されているコンピューターの中で設計をして、その光学的な効果、光の落ち方、反射の仕方っていうのを全部シミュレーションをして、その見え方が一番ベストになる状態をパラメトリックに作っていって、今度作ったものが手を出すときに、台湾の台南の職人さんの精度、僕ら分かんないわけです。現場に行ってこう何してあんのってこう安藤流でやるわけにもいかないので、じゃあそれを保証するためには、まあ、今度はアメリカの知識が役に立つんですけども、アメリカっていわゆる現場労働者の人が職人、まあ、職人さんもすごいいるんですけども、意外なぐらいに、でも別に何ですかね、日本の職人みたいにこう、まあ、しゃあないやったるわって言って損得度外視でやってくれる感じでは全くないわけですね。3時の鐘が鳴った瞬間にこうスクリューガンの途中で止めて帰っちゃうようなところなので、なかなかそれ難しいと。あそこでどうやって精度を、例えばアメリカって特に大変なのは、あそこ最小単位がインチなんですね。インチ 2.5 センチぐらいですが、インチから先は2分の1インチ、4分の1インチ、8分の1インチ、36分の1インチっていう単位で自分で自己申告で設定をするので、絶対的な単位がないと。なので僕らがいくら64分の5インチみたいなことを図面に書いてても、何言ってんだお前と、俺は最小単位4分の1インチだって言われたらおしまいなわけですね。で、その中でいかに工程と精度とそのデザインの質を担保するかって言ったら、むしろデジタル技術で全工程を統一して単位寸法を守っちゃうっていうのが一番楽なわけですね、アメリカの場合は。要はデジタル技術デザインをして、それをそのままレーザーカッターとか NC ルーターに送って、組み立て方もプラモデルみたいに全部の角度、さっきので言えば全ての位置と角度がもうそこにレーザーカッターでコンマ何ミリで精度で刻まれているので、そこに刺していくとどうやったって僕らがデザインした精度のものになっちゃうようなものの作り方をするわけですね。そうすると、ある程度以下の精度の社会ではその方が断然全体の精度が良くなるし、工程も計算できるしってことになってくると。で、それがアメリカとか中国の場合は顕著なので、あちらはデジタルファブリケーションみたいなことはどんどん社会投資としても成り立つ土壌がすでにありますし、日本は残念ながらまだ現場の職人さん非常に腕がいいので、まあデジタルファブリケーションを手に頼った方がいいわけですね。でも非常にこれは残念な状況で、社会的には世界でこれから主流になる技術の蓄積が全然進まないっていうことと、これからどうやったって職人さんの数が減っていく中で、急速にこれから多分職人さんの手に頼った精度のいい仕事ってのはできなくなるだろうと。その時に我々設計側、施工側、社会側が
その制度を担保するノウハウを気づいたら20年遅れで持ってないっていうふうにこれからおそらくなるだろうなという危機感もあって、今まあ帰ってから教育でまあデジタル技術の普及であるとか、今建築情報学会というのを立ち上げまして、それのまあ副会長させてもらってるんですけれども、そういうことをやってまあ業界横断もしくは建築外の領域からの接続を共通言語として作ったりとか、今生産研で僕もやってますし、今年の4月から池田先生が慶応から東大に移って建築情報学研究室でやっと本郷にできましたと。でその辺で建築っていうものを横に横断してデジタル技術っていうことがうまくつなぐような基盤を作っていくみたいなことをやったりもしています。ちょっとこの辺だいぶ裏の話が長くなってしまってるんですが、これもですね、うちでやっている住宅ですね、これは世田谷の等々力にある、まあびっくりするぐらいローコスト住宅なんですけれども、まあ、すごく自分で言うのもなんですが、心地よくていい住宅です。で、ただ、いい住宅としてのデザインというのは、今回ポイントなのは、これ僕らゲームエンジンで全部設計してるんですね。要は CAD を使ってるんでも、VIM を使ってるんでもなくて、いわゆるゲームを作るための 3D ソフトのゲームエンジンという種類の CAD とか VIM と違うものがあるんですが、それを使って設計をすることで、今だともうこういうシミュレーションとか光の環境の設定とか、じゃあ素材を変える、形を変える、ものを変える、家具を変えるみたいな、もうサックンサックンできちゃうので、もう断然早いわけですね。建築って変に真面目で重いので、かつサクサク動かないと、光のシミュレーションの正確かもしれないけれども、結局もう大体で十分なわけですね。でこれがあるともういわゆるヘッドマウントベースディスプレイで見れるので、まあ、プロだったらいいんですけれども、お客さんなかなか空間がイメージできないってよく言うと思うんですが、もう冗談みたいにそのできた感覚で入り没入型できちゃうんで、こうできた時にこう、うわやっぱりできるといいですねって言われるのが通常建築家の醍醐味なんですけれども、もうみんながもう見てたとそっくりですねっていうわけですね。もうちょっと興ざめするんですけども、それぐらいもうデータとしてはこうできちゃうと。でさらに言うとゲームエンジンで作ってるので、できた瞬間に他で使えるデータ形式がそこにあるわけです。できてる建物と全く同じデータがゲームエンジン記述されているので、例えばフォートナイトに持っていくとか、マインクラフトに持っていくとか、で自分の位置でゾンビゲームをやるみたいなことも当然できちゃいますし、それを使って AR を使ってとか、じゃあ他のところに、まあ、じゃあ分かんないですけど NFT にしてメタバースで売りますみたいなこともそのままできちゃうと。で作り方を変えていくことで、むしろこう新しい社会に接続する可能性ってどんどん広がるんじゃないかと。じゃあ僕らの方が使う手段を変えてみるとどうなんだろうっていうのは実験してみてると。これはですね、先週ちょうど引田品川の長屋を改装してオープンしたものなんですけれども、ダイワハウスさんとバンダイナムコさん、ゲーム会社ですね、を一緒になってノイズと3社で、いわゆるゲーミングハウスと僕ら勝手に呼んでるんですけど、XR ハウスって言うんですけどね、長屋を改装して、これは1階の、まあ、全部が全部できないので、最初は、とりあえず人の触ったり動いたりに反応する家っていうことを、まあ、インスタレーション的にやってます。ただそれは何かっていうと、家が全部デジタル技術をされていて、そこにセンサーが埋め込まれていて、人間の行動にすごくプリミティブな生き物として反応してくれるっていう家、要は他者としての家みたいなことをやってると。スマートハウスっていろいろあるんですけれども、ああいったものって結局じゃあ iPad でリモコンを操作するとか温度を操作するだけで大してスマートじゃないわけですね。でその人間と対峙するときに相手がどんな入力をどう数値化してるかなんて僕ら気にしないでも相手が分かってくれると、相対的に悲しいとか喜んでるとか、こいつなんか退屈してるなみたいなのが分かるっていうのが人間のコミュニケーションの醍醐味だと思うんですけれども、それを家に求めるときにはむしろそういうのが、家が退屈そうにしてるとか、こいつなんかちょっと起きたかなって思うような、そういう瞬間ができることが入り口だろうというのを例えばここでやってみたりとか、これ2階はバンナムさんがやってるんですけれども、この障子を開けた瞬間に障子の開いたのに合わせて外側にいろんなシーンが出てきて、季節とか場所とかいろんなものが出てきて、開いた瞬間、開く前に例えば雨のしとしとしてる音がすると、で開けた瞬間に鳥がバサバサバサと飛び立って、雨の音がズワーッとこう立体音響で入り込んできて、実際座ってるとびっくりするんですよ。本当にもう雨の冷気感じるんだよね。でそうするともう本当にもう本物の窓がこの裏にあるんですけども、こっち上げた方が本当に気持ちいいぐらいに脳がこう騙されてしまうというか、そういう状況で意外なぐらいに作れてしまって、
で、それと、まあ、いろんなセンサーと、ゲーム会社さんならではの立体音響とか立体映像みたいなことが合成して、変化ができて、それにその人の移動とか、その開けるっていう筋肉と身体性を伴った行為ですよね。それが伴った瞬間に、ただの映像、ただの音響っていうのが全然違う価値として体に入ってくるみたいなことを実証実験してみたりとか。で、これはボロノイ畳って僕らが勝手に作ってるんですけども、柱が出てるとか、もう全然直方形でも四角形でもないようなところでも必ず敷けてしまう畳を、まあ、数理的に解析をしてボロノイパターンとして作ってしまうみたいな、僕らも例えば作ったりしてるので、こんなディテール見たことあるそうで見たことないと思うんですが、こういうものが世界中どこでもスキャンができちゃいすれば、自分家だけの世界に一つだけの畳ができて、それがフェデックスで送れちゃいますよと。要は採寸に行く必要ないので、でスキャンでデータの保証できちゃいますからね。そうなった瞬間に、例えば国産のエグサ農家ってもうほとんど絶滅危惧種になってしまってますし、畳職人さんって一応国家資格があるんですけれども、今全国で何人いると思います？220人いないですね。もうほぼ絶滅危惧の職人さんの種類になってますと。ただ彼らに今の既存の業態のまま仕事を強いていっても結局絶滅してしまうわけで、こういうデジタル技術を使うと、で、新しいデザインのパターンと可能性を開いてあげることで、ニューヨークのロフトだろうが、南アフリカの、マンションだろうが、アルゼンチンの高級な石造りの家だろうが、どこでも遅れちゃうわけですね。デザインバリューが乗っかる、テクニカルバリューが乗っかる、世界的にマーケットが広がるっていうことで、むしろ職人さんとか、イルサ農家はこの方が助かるかもしれないと。じゃあ本当に彼らを助けたいってことはどういうことなんだろうっていうのを、まあ、ちょっと考えてみて、それをボロノイ畳っていうのは僕らが勝手に商品化をして世界中で売るみたいなことをやったりもしています。で、その畳の上に乗っかって今バンナムハウスでこんなことをやったりということをやったりしてます。まあ、建築家がなぜこんなデジタル技術みたいなことをやってるのかって話をちょっと前半で共有させていただいたんですが、まあ、一体今言ったように住空間の拡張、生活の拡張っていうのが今嫌おうなく起きてますと。で、それはおそらくは従来の建築を学んできた中でいくと、建築っていう道具だけにどうしても閉じてしまうと。じゃあ地域に開くっていうと縁側みたいな話にすぐなっちゃうんですけども、地域に開こうと思ったらなんかアプリ作った方が断然開く可能性でかいわけですね。残念ながら別にそれだけでは寂しいんですけれども、やっぱり建築的な失礼だけで社会の全ての課題を解こうってすることに、やっぱりどっか限界があるなっていうのも肌感として感じていて、その中ででも建築だからこそ価値を持つものと、そうじゃないものと、その使い分けっていうのをどんどんしていこうよと。それをすることでより僕らが本当あるべき今時代の、住空間、社会の拡張っていうものに建築っていうものがより積極的にコミットできるんじゃないかなということを感じたりしています。例えばですね、タクシー、日本入ってこないんですけども、ウーバーってあるじゃないですか。ウーバーがタクシーっていうものを根本的に変えてるのは、あれはアプリで、ある瞬間にニーズが上がったら自動車にお前タクシーになれって言った瞬間に自動車がタクシーになっちゃうわけですね。で、タクシーやめろって言ったら自動車に戻るわけです。これまではある年に100個しかタクシーがなければ、需要が高まろうがなかろうが100台タクシー居続けたんですが、今はアプリと通信技術とアルゴリズムだけで、ニーズに応じてタクシーが1000台に増えたり30台に減ったり、瞬間移動をしたりができちゃうわけですね。しかもそこには物理的な移動とか消滅や生成っていうコストは全く発生していなくて、あくまで情報的な編集っていう非常にローコストのことだけで、物理的な生成や移動とほぼ同じことをやってしまっていると。本当に根本的な違いをタクシーっていうものにもたらしているんですが、残念ながら、じゃあ車のデザインがウーバーのせいで何か変わったかって1ミリも変わってないわけです。これが今のリアリティで、社会の変革をもたらすものが、物理的なもののデザインを必ずしも変えない。変えることはありますよ。で、変えることはすごく本質ですし、僕もそこは求めていきたいんですが、必ず変えるとは必ず言い切れないっていうのが今の社会のリアリティです。で、Airbnb がホテルってものを変えてると。固定されたパイとしてのホテルが離散化、流動化してるわけですね。でもじゃあホテルとか住宅のあり方がデザインとして変わったかって言ってほぼ変わってないわけで。で、例えばスマートシティっていうものが非常にここ難しくて、要は20年後の都市を描いてくださいって僕らよく言われるんですけども、描けないですね。要は結局、まあよくあるような、
上にチューブが飛んでいて、グリーンがいっぱいあって、上になんか UFO みたいなのが飛んでいてみたいなのが、今書いても同じになっちゃいます。っていうのは、物理的な変化っていうのが本質ではなくなっているからで、情報的な編集性であるとか、そういったものの方が、社会の変革、都市の変革の本質になっていくので、物が変わっていることが新しさの体現である時代では、どんどんなくなってきていると。そこが、まあ本質であるということを、考えた上でもう一度建築の価値っていうものを再考してみましょうというのが大きなスタンスになっています。となってくると、今これもまたバズワードですよ。メタバースとか、僕今メタバースジャパンというもののなんか設立人事もやらされてるんですが、正直わかんないです。誰も定義バラバラですし、何が正しいのかなんか誰もわからないんですけれども、こういったものが否定しようがしまいが、社会のあり方、価値のあり方、コミュニケーションのあり方を変えていくのも間違いなく事実なので、ここに対して建築っていう領域が閉じるよりは、積極的にコミットをしていって、彼らに何を影響を与えるのか、彼らの在り方が建築を何を変えるのかを考えていくべきだろうと。で、当然これは技術領域なので、むちゃくちゃ変化早いわけですね。それに対して建築って50年、100年も持つことが価値の世界なので、なかなか相性悪いんですが、でもそれでもいろんなものが変わっていく可能性というか、彼らなりの考え方で建築の新しい価値領域というか評価領域が見えてくるみたいなことをやっていくべきだろうというのを今やっています。その中で、まあコモングラウンドというキーワードを出させてもらうんですけども、これが今僕の東大での主要な研究領域になっているんですが、要はデジタル社会、どうやデジタルエージェントという言い方をするんですが、デジタルな世界の住人たちと我々フィジカルな世界の住人たちが認識が共通でできる世界環境というのを作りましょうということをやってるんですね。なんていうことかというと、西田豊明先生って、まあ、人工知能学会の3年前の会長さんなんですけども、が、まあ、基調講演でこういうことをおっしゃっていると。コモングラウンドっていうのは、そもそも人工知能のうちの会話情報学という領域の、まあ、概念なんですけれども、要は会話っていうもの、人間がするときに、言葉が直接的に表意するもの、記号的な意味っていうものだけでは会話は全然成り立ってないと。環境とか雰囲気とか、その時の気分とか、歴史とか文化的な、こう、なんか秋の夕暮れっていった時の赤トンボとか、ススキノとか、なんかサンマの匂いとか、いろんなものが共通、背景に曖昧に共有されていて、初めて会話っていうのが成り立つんだと。それを西田先生はコモングラウンドとおっしゃっていて、それがないので、要は身体性とか、共有の文化的背景や経験っていうものがないから、AI と人間の会話っていうのは、どんなに記号的なところを頑張っても、なんか不自然になるんだってことをおっしゃってるわけですね。そのコモングラウンドをいかに AI に記述認識可能にさせるかが肝であるということをおっしゃっていて、まあ、それを聞いたときに僕もこう悩んでたんですけれども、あ、これだと。デジタル技術、デジタル世界の住人たちの視点で物理世界ってものすごく認識しにくいわけですね。で、これを彼らに認識しやすいことで、形で記述してあげることで、結局社会全体の価値化の幅が広がるじゃんっていうのにだんだん気づいてきたと。今日の本題となんかどん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 外れていくような気がして、こう不安に思われているかもしれないんですが、もう少しお付き合いください。コモングラウンドの考え方、ざっくりと考えると、左右がフィジカルデジタル軸、上下がエージェント環境軸なんですけれども、要はフィジカル世界の住人としてのエージェント、点と箱だと思ってください。点が、まあ、我々人間とか動物とか物ですね。それに対して、まあ、フィジカルな箱としての都市や建築ってものがあって、20世紀までこの左半分だけで世界が成り立ってたわけですね。それに対して今、まあ、コロナもあるし、技術進化もあるし、右下の今デジタルエージェントといったのが感覚的に分かりやすいと思うんですが、僕は一応学術的にもうちょっとノンヒューマンエージェントという言い方をしてまして、いわゆる自律的な傾向のある人間以外の行為主体であり受益主体だと思ってください。またこれも難しい言葉なんですが、まあロボットとかそうですね、デリバリーのモビリティもそうです。で、物理的実体を持たない AR のアバターとか、VR のなんかこうキャラクターとか、ああいうのも全部そうです。物理的実体を持ったり持たなかったりとか、完全自律だったり、後ろで誰かが操ってる他律性があったりとか、この右下の中にもいろんな傾向あるんですが、それを全部ひっくり返ってノンヒューマンエージェントという言い方してます。で、ノンヒューマンエージェントが我々の社会の中でコーヒーを運んでくれる、会議に代わりに出てくれる、子供のあやしをしてくれるみたいなことがもう避けられない日常になっている中で、ノンヒューマンエージェントっていうのは物の理解むちゃくちゃ難しいわけですね。例えばこの演題、デジタル技術されたデータはおそらくないんですけれども、
これ記述されない限り、彼らにとってこれ見えないダークマターなわけですね。これがデジタル記述されて初めて彼らに見えるようになって、これを避けて動くとか、じゃあこの段差を避けて物を運ぶってことが彼らにできるんですけれども、この認識ってまだ技術的に全然難しいわけですね。右下から左上の認識が難しいので、右上のいわゆるデジタルツインと呼ばれているもの、ものをデジタルに記述して彼らに読みやすい形であらかじめ置いてあげると、彼らが読めるような環境がやっとできるでしょうということをやって、いわゆるスラムとか AR クラウドみたいなものを右上に作って置いておくんですが、今のところはまだベンチャーがいっぱいうぞうぞと出てきている状態なので、右上のいわゆるデジタルツインと言われているもの、これはもう、まあロボット業界、AR 業界もそれぞれ千差万別なんですが、これを各社、各用、各サービスごとに何百も何千もいっぱい出てきている状態ですと。でお互い互換性ないし、共通性ないし、もう全く、要は言語がバベルの塔の後に百花乱立しているような状態で、全くお互いに読めない状態の言語が乱立しちゃっている状態ですと。でこうなると結局 A 社と B 社と C 社のロボットがお互いに調整できないし、結局全員がこう最適化できるように航空管制みたいなことができる余地がないわけですね。じゃあ、あらかじめみんなが読める形で空間記述をしておいて、みんながそれ読めばいいじゃんと。そうすればスキャンをする必要もないし、みんながいきなり行ったらその置いてるデータを読めばロボット動けるし、AR のアバターも動けるし、みんなハッピーじゃんと。そういう状態はもう、じゃあ森ビルさんが六本木ヒルズを作ったら、もう森ビル仕様のコモングラウンドデータ置いといてよと。三井府さんがミッドタウンを作ったらミッドタウンも最初からデータ置いといてよと。そしたらみんなそれ読むだけでサービスインできるんだから、それがみんなのためになるでしょうというのをコモングラウンドと呼んでいて、これを作ろうというのを今やっているわけです。で、まあ、これ大事なのはノンヒューマンエージェントの視点なわけですね。これまで、なんか、どんどん視点を外に拡張するようなことを言っているのがだんだん気づいてきていると思うんですが、要は建築の建築による建築のためのではなくて、人間の人間による人間のための社会に対して、ノンヒューマンエージェントの視点で人間の、都市、建築っていうのを考えてみようと。これまでバリアフリーっていうものは当然あるんですけれども、あれも当然、まあ、身体に何かの制限がある方向けのバリアフリー大事なことなんですが、言ってもやっぱり人間の中のグラデーションに対する対応なわけですね。それに対してロボットに動きやすい街って何なんだと、じゃあ AR のアバターに認識のしやすい教室って何なんだということを考える視点が急速に僕ら建築家都市計画をする人に求められる時代に今すでになっていると、これに我々は気づかなきゃいけないわけですね。例えば、これはもう概念の話じゃなくてリアリティであって、かつ社会的、ソーシャルでエシカルな話になってきてるんですが、例えばジェンダーの話。今日比較的女性のお客さんが多くて非常に嬉しいというか喜んでるんですが、僕大体こう社会の話とかテクノロジーの話すると、客席9割5分男性でメガネをかけたこうオタクのお兄ちゃんが多いんですが、で、こう、まあ、ジェンダーの話とかですね。今もう、なんかね、一番下側、男と女が綺麗に塗り分けられてますけれども、まあ、こういう世界が、ついつい最近まで、10年、20年、今も結構あるかもしれないですが、普通に社会で認知されてたと。男と女というのは2色に塗り分けられるもので、その間存在するべきではないみたいな世界ですね。でそれに対して今、LGBTQ+ みたいな、どん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 間のグラデーションができてきて、真ん中の世界ですね。男と女っていうのはむしろすごく連続的なそのスペクトルでできているもので 100% の男とか 100% の女っていうのはむしろないんじゃないかと。その間の傾向ってのは千差万別だし、むしろ動的に常に変化しているような、社会的にも生理学的にも変化するようなものであるっていうふうに社会の常識、世界の常識がどんどん変わってきていると。これ概念だけの話ではなくて、いや、まあ権利とかそういった話ですごく大事になってきていると。僕はこれが多分人間って枠の外にもグラデーションは広がると思っていて、要はさっき言ったアバターとかですね、まあ ALS の患者さんがどうやって社会復帰を参加をするかみたいな話、最近たまにニュースとかで見ると思うんですけれども、じゃあ生まれた時から病院暮らしの女の子がアバターのロボットを使って実際に教室で走り回れるようになった瞬間、実際これあったニュースなんですけども、アバターロボットを、まあ、手しか動かないから病院にいるんですけれども、それを使って教室に行って、休み時間になると机の間で走り回って何してんのって聞いたりとか、先生に質問をするってことができるようになった瞬間に、やっぱり
人間の脳って体が動いて刺激を受けるところがあるので、やっぱり発達遅れてたのが急速にやっぱりこう人間的に社会的に発達をして、明るくなってみたいなこと、もうそのニュース見たら涙出そうに嬉しかったんだけども、なんかそういう機会って多分デジタル環境がを経た先にできてくることってすごくあるだろうと。その今あの日本橋の方に、カフェドーンっていうのを行かれたことある方いるかと思うんですが、要は今度は社会的なハンディキャップですね、引きこもりの方とかいろんなことでなかなか社会的に適合しづらい方がアバターロボットを通じてカフェで給仕をしてコミュニケーションを楽しむことで、要は社会貢献できると、自己認識ができると。でそこでこうもちろん給料が発生しますし、なんかその人間の身体を通じてしか、もしくは物理的にどっかに行くことでしかコミュニケーションではないみたいな、これまでの固定観念を外してあげた瞬間に、むしろそれで選択肢が広がる人って社会的にいっぱいいるわけですね。例えば万博みたいなのを考えたって、大阪に来れる人なんて世界でほんの一握りです。そんな恵まれた人は、じゃなくて、じゃあアルゼンチンの農家の男の子が誰かの身体を乗り移って、チケットであっていいけど、みんな6000円なんだけども誰か4000円で、その代わり1時から3時まで自分の肉体をアバターに提供しなさいと。その間にアルゼンチンの子が乗り移ってきて、彼は彼で自分の身体を使ってみて、同時通訳を通じてコミュニケーションをして、あれなんか面白くない、行ってみようぜみたいなことをやると。で2時間経つとバイバイって帰っていくと。でそういうなんか身体性を伴わない、参加貢献の形ってむしろ新しい選択肢であり価値ですし、万博の入場者数が今例えば今回2800万人が半年の目標なんですけれども、そういうアバター来場者が2億8000万人いると。でバーチャル会場に来てそこをもう勝手に改造してみんなで交流していろんなイベントをやる人が280億人いるかもしれないわけですね。それは全部ちゃんと社会の KPI なわけで、それをちゃんとした新しい価値であり選択肢として見ていきましょうみたいなことを僕ら建築側がやっていくべきじゃないかというのをやったりもしています。でそういう時に、じゃあデジタル環境っていうものも建築の新しい、要は身体性を伴わない環境として僕ら専門的にデザインができなきゃいけないし、その中でいろんな人がいろんな、要は拡張的バリアフリーというか、社会的バリアフリー、物理的バリアフリー、言語的バリアフリー、経済的バリアフリー、いろんなものを許容する手段として一回人間の外に視点を外す、行為主体とか受益主体っていうものを人間の外に置いてみた瞬間に、それでいろんなものが回ることで最終的に人間社会全体としての受益可能性とか選択肢っていうのが分厚く広がる可能性があるじゃないかと。でそれを実現するために、じゃあもう一回戻ってきて建築の専門家として何ができるだろうというのを今やってます。でそのために、じゃあ空間のデジタル技術体系って何があるんだっけみたいなことを通ってみても、例えばデジタルツインとか、なんかこうミラーワールドとか、いろんな言葉聞くと思うんです。多分定義皆さんできないと思うんですね。で僕もできないです。できないんですけども、整理してみることはできると。例えば空間のスケールと時間のスケールが非常に大事なんですが、空間技術の上では。その2つの軸で今ある空間の技術、デジタル空間技術の体系をこう、住み分けをプロットしてみるとこんなものになるんですが、例えばですね、この右上 GIS と書いてるものが今話題になっている国交省がやっているプラトーというやつですね。プラトーというのは地図とか、まあ、土木系の空間技術体系だと思ってください。あれの中のシティ GML というのがプラトーのベースなんですが、他にもいっぱいあります。でじゃああれはやっぱり空間のスケールとしても20センチ程度以上がやっぱり本丸ですし、都市全体を描けるんだけれども、じゃあ何ミリの歩道の段差をプラトーで描けってやっぱきついわけですね。で根本的に時間っていう時間概念を持ってないので、コンマ何秒で50のエージェントの制御をしなさいってプラス絶対できないわけですね。じゃあ今度ビムは、建築が得意なビムはって言うとコンマ何ミリが使えるんですけども、まあ、時間反応性は性能として持ってないですね。なのでやっぱりビムを上側に行って、やっぱりロボットとかエージェントの処理は非常に難しいわけです。じゃあ天群はって言うと何でもスキャンできるんですけど、まあ、死ぬほど重いのと、属性の階層的な記述みたいなのができないので、やっぱりこれは難しいですと。いろいろやっていくと、ゲームエンジンと言われてる、さっき言ってたもの、あれは今のところバーチャルに閉じてるんですが、もう何十っていうエージェントをひたすら動かして、キャラクター AI、 スパーシャル AI、 メタ AI みたいな複数の階層的な AI に過酷な形で常に回して、
世界から何千万人がアクセスしても落ちずにサービスを提供し続けると、今都市とか環境の記述に必要な能力をとにかく全部持っていて実装している領域っていうのは実はゲーム業界で、ただ彼らバーチャルに閉じているので、じゃあその技術を実空間に持ってくるってことをやってみませんかというのが今コモングラウンドっていうのをやろうとしているところで、そのために当然 IoT デバイスと情報の連携をしなきゃいけないですし、それをやるのはおそらくは建築とか都市っていう領域側だろうということをやったりもしています。だいぶ長く前置きがなくなるし、こういう視点で考えたときに、じゃあ都市の再生とか建物の価値とかそういったものって何なんだろうっていうので、もう改めて我々の提案を見ていただければなとは思うんですが、まあでもそんな大それたことはバーッと回ってきたんですが、さっきも言いましたけど、ホテルっていうもののデザインを、Airbnb がそんなに変えないように、そんなに劇的に変わる要素に実はならないんですね。まあその中ででもそういう観点で見た時の社会のいろんな変化をちっちゃいものを重ねていくと、何が正当化できる可能性があるのか、何の発生の可能性があるのかというのを、考えたりもしています。特にですね、歴史的な建造物の保存ということで僕ら、いろいろやってるんで、それも少し紹介したいと思うんですが、例えばメタボリズムコンタイズと、まあ、メタボリズム建築の量子化っていうのをやってるんですが、これもですね、いろいろ議論を巻き起こしました。都の城市 の市民会館ですね、菊竹先生の。あれも残念ながら解体されてしまったんですが、あれもですね、僕ら勝手に、クラファンをして、勝手に資金集めて、勝手にフォトグラメトリーの、地上とドローンと 3D のレーザースキャン4つぐらい組み合わせて、多分世界中に存在する一番正確な 3D データです、立ってた状態の、多分3ミリ以下ですね、この誤差はのデータを作って、これを AR 上に公開をして、みんなが勝手にデータとして当然学術的に使ってもらう目的ですし、 AR のおもちゃとして使ってもらってもいいし、ここで AI 美空ひばりが紅白歌合戦やってもいいし、みんなここで同窓会実際やったりしてるんですが、こういったものに使えるようにしてデータを提供してあげると、これの解体保存論争の時に、非常に残念ながら、僕も建築家なので残ってほしいんですよ。でも実際行かれたこと分かると思うんですが、もう20年間放置された雨漏りダダ漏れだったので、もうカビだらけで錆びまくってて、でコンサートホールなのに180mm のコンクリートの皮1枚でコンサートホールできてるわけですね。断熱も遮音も全くないわけですか、そこ。もうコンサートホールでとして、で設備も全然ないですし、現代のスタンダード駐車場もないわけですね。使えるようなものにはとてもなっていなくて、もうこれはむしろ僕は菊竹先生が生きていらっしゃったら、これはこうもう生き物としての価値と、役割を終えたから土に返してあげるべきだと多分行った時に本当に心から思ったんですけれども、そういうものなんじゃないかなと思っていて、じゃあ、こうでその時にも都の城主に対して、ドコモモとか建築の保存団体の方がちょっと原理主義的に残せと、有無を言わさず残せと、でじゃあこれの価値がわからん、下々のものはけしからんみたいな、捉え方をされるような、圧力をかけてしまって、市民とか都の城主が非常に意固地になってしまったという、状況がありましたと。でそれに対して僕らも建築の内部としてちょっと憂うわけですね。じゃあ何かしら建築家として違う価値提供の形も残れないのはしょうがないっていうのを今回は諦めて、じゃあ何か違う貢献、違うオルタナティブが提供できないかっていうのをやったのがさっきの、量子化 で今は、中銀カプセルタワーの、外部のスキャンと内部のスキャンと、これのジオメトリとしてこれもコンマ何ミリで正確なやつと、視覚的なデータとして保存ができるようなデータを全部スキャンは一応終わって、今、これの処理にね数百万がかかるんですけども、これ今勝手に持ち出しでやっていて、今クラファンもやってるので、ぜひクラファンの方でもポチッとしていただければと思うんですが、じゃあ例えばそんなのやると、今これ僕の研究室なんですけども、ここにこう呼び出せる、手の上に呼び出せたりとかで、もちろんこれを使って研究もできるので、ものすごく正確なので、屋上にこんなのがあったのか、ここがこんなになってたのかみたいなものすごく分かるんですね。隣のビルの上に乗っけてみたりとかですね、アトリウムの中に生やしてみたりとか、まあいろんな遊びもできると。これまでのいわゆる建築原理主義的な人でない人にむしろ間口を広げるきっかけにするとか、何かしらの理解を広げてもらうきっかけにも、仮に建物もうなくなっちゃいましたけれども、まあ、なんかそういうことを
むしろ早いうちからやっていくとか、裾野を広げていくみたいな活動っていうのを建築家っていうのはむしろできるんじゃないかとか、北千住のいわゆるキングオブ銭湯の大黒湯ですね、これもこの前ちょうど解体されちゃったんですけれども、これの中もこれはレーザースキャナーをやってないんでジオメトリー正確じゃないんですが、視覚的に正確なものとしてフォトグラメトリーで作ってあります。これは AR 空間の中ですね。なのでこれ動画ではないんですけれども、でもう大黒湯これスキャンしたデータの中なので、バンダイにも建てます、オンラインにも男にもどちらでも自由に行けます。もう夢の世界なんでむっちゃ楽しいんですけど、で不思議なのは、これ有名な豪天城も出てくるわけですね。不思議なのは VR の空間いっぱいあるんですけど、だいたい簡素化しちゃうんですが、これみんな集まるんだよね。で銭湯の中に行くとカラーンっていう反射の音とか、チャプチャプっていう水の反射とか、これ今ラバーダッキーが置いてますけども、入るとジャバジャバ音がして、で音が反響して、みんなで集まると本当に風呂の中で集まってるような感じで集まれると、なぜかみんなここに集まるんだよね。でじゃあコミュニケーションが生まれて、じゃあ実際には会ったことない人たちがここに集まるみたいな、社会の中のもう長屋のコミュニティがダメだったら人間失格みたいな、他の選択肢がないものに対していろんなオルタナティブの一つのチャンネルになりうるみたいなことが、例えばここに起きうるわけですね。それを肯定するか否定するかはまあ人それぞれだと思うんですが、おそらくはこれで助かる人っていうのは社会の中で割合どんどん増えていくだろうと。アバターの中で自分のアイデンティティを変えられて選べて、所属する数段を選べてみたいなことが、おそらくこれからこう多層化、マルチレイヤーの所属の仕方、価値の貢献のあり方、自分の表し方っていうのが社会の常識になっていくと。そのあり場所、これも裏側の浜場なんですけども、こんなところもこんな形で見えたりして非常に面白くて、で当然学術的に分析ができるように、これ外観じゃなくて内観だけしかまだデータができてないんですが、こんな形で公開をして、じゃあ民族学的な話に使ったり、ゲームに使ったりもできるようになると。じゃあこういう貢献の仕方も一つの建築のあり方であるってなった時に、じゃあ人の集まることって何なんだっけと、人の移動って何なんだっけみたいな話になってくるわけですね。じゃあバーチャル世界に閉じてればいいとか、だからバーチャルの世界でコミュニケーションできればいいとか、それが実世界の代替になるとは全く思わないですが、やっぱり実世界のリアリティのその分厚さってもう圧倒的なので、でもじゃあ実世界オアナッシングに対して 5% の接続 10% の共有っていうのが価値を持たないかって、それは一つの価値なわけですね。ないのに比べたらあった方がいいというようなものを考えた時に、じゃあ東京会場ビルって何なんだっけみたいなことを、僕らはそういうバックグラウンドで言います。なので、でしかもまあ経済的な視点とか社会的な視点というものをむしろフラットに見ようとする価値があるので、まあ今のデベロッパーの視点で見たときに、このビルがやっぱり儲からないだろうなっていうのはフラットに考えて考えるわけです。それはもうしょうがないだろうと。でじゃあでも皆さんよくご存知のように景観論争があって頭スパッと切って終わってるっていう話なので、構造的にむしろ増築ができるようなものとして立ってると、非常に稀じゃないですか。でやっぱりこうこの近辺で見ても、もう当時はこれが高すぎるって言って怒られたわけですが、どう考えても周りに比べて小人なわけですね。もうこれむしろかわいそうじゃないかと。でこれ建てませるようになってるんだし、じゃあでも今の多分ビルディングスタンダードでいくと、多分環境性能とかっていうのは今やっぱり当然今のものではないわけですね。エレベーターのまあその要求されるこう時間性能とか、いろんな設備的な性能っておそらく今のスタンダードに合わないだろうと。じゃあ今のこの建物をそのまま保存しても社会的価値が合わないことは、それはそれで投資家デベロッパー目線でもうしょうがないことなので、周りの価値が変化しちゃったわけですから、じゃあそれはそれで合わせてあげるとすると、この中を変えるよりはもう外を変えてあげた方がおそらくは価値化もするし、でデベロッパーから言ったらその投資した額を解消するためには当然床を増やさないと絶対に回収っていうリアリティ絶対出ないわけですね。じゃあ床増やすしかないだろうと。じゃあ、くずまんじゅうというのがありますが、中のあんこが見えて、むしろあんこ単体で置いているのをきれいに見えるみたいなまんじゅうがあると思うんですけれども、まあこれをやったことでこれがオリジナルに比べてよりきれいになったというつもりはないんですが、一つの方策として外側にまあくずまんじゅうのくずを巻いてあげると。でむしろだからくずに対するあんことしての美しさというものを一つの、きっかけにして、じゃあ床を足していく、で周りをガラスで囲ってあげることで新しい環境性能に満たしたスキンを与えてあげて、
じゃあ環境性能を満たしてあげると、で周りに肉をつけてあげることで、そこに新しいエレベーターシャフトを付加してあげることで、当然超高速なので何回か乗り換えも生じてくるわけですから、それをうまく、つなぎ合わせてあげて、機能的な文化と垂直動線というものをうまくつなげてあげると。でさらにいくと、さっきのコモングラウンドみたいなものがあると、ロボットに過酷な環境になるわけですね。で AR も過酷な環境になるので、人がいちいち移動しなくていい、人の移動を代替できる環境というのがいっぱいこれから超高層ビルができてきます。例えば今超高層ビルのシャフトの面積って大抵 35% ぐらい取ってしまうんですけれども、あれってのはほとんど朝のラッシュ時かランチ時の混雑を処理するような数になっていて、それ以外の時間大体空いてるわけですね。じゃあロボットが勝手に移動してくれて、ランチの弁当を買ってきてくれますというのがあったら、今、じゃあ32台あるエレベーターは28台で済むかもしれない、25台で済むかもしれないと。その代わりロボット用の専門のちっちゃいダムエーター的なエレベーター2台上げてあげると、人の移動と物の移動ってむしろ合理化できるかもしれないというのが、おそらくこれからの、まあ、エレベーターと超高層ビルの、連動する世界で、じゃあそういうものを考えたときに、じゃあどうなるかみたいな過程がこの中に全部入ってるわけですね。もちろんそれに合理性っていうか何らかの実証はなくて、僕らもあくまでこれは試行実験なので、いろんなものをこれから入る可能性をもう全部盛りで入れました幕の内弁当ですというのが実質なんですけれども、いろんな可能性が形にできるでしょうと。この今右端にあるちょっと緑色の縦のストローみたいなやつ、あれ今度ドローンシャフトと呼んでるんですけれども、エレベーターっていうのは建物に動力がくっついた移動機構なわけですね。車っていうのは移動機構の方に動力がくっついていて、建物の予算からしたら建物に動力がない方が全然安いしメンテナンス楽なわけですね。ドローンっていうのは風の影響を受けるし危ないしうるさいしっていうのがあれなんですけども、じゃあドローン用の空のシャフトだけ外に通しておいてあげれば、じゃあ書類を28階に持ってきますとか、弁当サンドイッチをじゃあ50階に持ってきますみたいなのもドローンがやってくれればいいじゃんと。各階にランディングがあれば、じゃあ物の移動と人の移動を 15% 減らせますって言ったら、このシャフト1本作るだけで不動産価値 10% 上がるかもしれないわけですね。みたいなことをいろいろ試して入れていくと、さっきの建物保存と、これの価値化と投資に対しての回収と、まあ、それなりのアイコンとしてのシンボリズムみたいなことをやっていくと、こんなことになるんじゃないのというのが今これなわけですね。社会の移動流動性みたいなのを考えると、毎日必ずオフィスに行って9時5時で大金カードを押すみたいな形でどんどんなくなっていくわけで、じゃあその中でむしろ家で仕事をして家で子育てをするかもしれないし、むしろ会社に行って会社の近くで学校に行かせて、その間に仕事を5時間するっていう仕事もあるかもしれないと。で言ったら、むしろここにインターナショナルスクールかなんかがあった方が不動産価値は上がるし、テナントも入りやすいかもしれないと。ホテルと居住とオフィスとホスピタリティが全部むしろ混ざってる方が、これからの、オフィスってものが価値化がしやすいかもしれないみたいな、その辺もよく読み解いていただくと全部、フロアプランの中に入っていて、じゃあそれを全部組み合わせて、かつ今あるちょっと周りから比べるとちっちゃいものと、それを太らせた時に加わる機能ってものをやると、結構意外なバランスになるんじゃないのというのを視覚化してみたというのがこれですね。当然構造的にこんなものが成り立つとはそんな簡単には思わないですし、そんな単純な話じゃないのは重々承知なんですが、一つのヒントとして、まあ、上に乗っけるっていうのはもともとストーリーとしてあったっていうことと、今の経済的な要求っていうことと、さらにはその新しいデジタル社会とか、その離散化分散化が必須になってきている社会ならではのことを考えると、例えばこんなものができると。で一回ここに行ってみたことで、じゃあもう一回考えると、これはこれで面白いところいっぱいあるじゃんみたいなことが今度見えてくると、さっき言ったような、このじゃあ既存の建物こんなに赤くないですけれども、じゃあ外側にちょっとサンルームみたいな、さっき言ってるお話出てましたけども、こんな空間ができるのは逆に面白いかもしれないし、例えば桜ギャラリーの増築みたいなロンドンでもありますけども、昔の外壁が室内に見えてくるとやっぱり新鮮な驚きだったりもしますし、建築には新しい接し方なわけですよね。だからこんなことができてくることが、むしろ都市と建築との新しい付き合い方のヒントになるんであれば、それはそれで考えてもいいんじゃないかと。まあちょっとだいぶ長くなってしまいましたが、最後いくつか投げかけて終わりたいと思います。量子化する個人、量子化する集団、要は身体に閉じない、集団に閉じない、
その場所に閉じないっていうのが、要は100か0か、自分がここにいるかいないか、ある会社に属するか属さないか、オフィスに出勤するかしないかっていうことがこれまで、貢献とか所属の大前提だったものが、どんどんそうじゃない形が許容されてきていると。まあコロナものむしろこれは、まあポジティブの側面なのかもしれないですね。で、これを肯定して社会の価値にしていく上で、じゃあシステムがどう変わって、そのシステムを増幅するために、じゃあ僕ら建築側がどんな仕組み、どんな構成、どんな価値を提示できるのかみたいなこう考えていく一つのきっかけにしたかったというのが、このプロジェクトですし、じゃあ量子化をしていく、要は粒子性と波動性を両方持っていて、ある瞬間にどこにいるかが特定できないことが価値である、個人であり集団ということですね。みたいな社会がむしろこれから普通になっていくときに、その建築家としてどういうフィジカルな在り方をするのかっていうのを我々はまだ答えを全く持ってないですし、それをエバリエーションもできないと。そこはやっぱり建築家、建築学、建築会ってものがしっかりと回答を模索していく責任だと思いますし、じゃあさっき言ったの離散化、流動化、多層化、これを積極的な価値として、許容していく姿勢を我々がむしろ、なんですかね、もちろん保存、改めて言いますけど、保存すごく大事だと思います。建築家として残ってもらいたいと思います。でも、それ以外の、じゃあ、7割保存だけど3割違うとか、2割保存だけど8割違うとか、ちょっと腰巻ビルとかの話で全く出てこなくて申し訳ないんですが、でもそういった視点で今、あるような保存再生みたいな議論がもう一度評価できると良いんじゃないかなと思いまして、今日のお話を終わりにしたいと思います。ありがとうございます。